家田翔子チャンネルへようこそ。いつも家田翔子チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。坂口安里さんに対談の申し込みをしまして、その後連絡が途絶えてしまった件につきまして改めて報告させていただきます。結論から申し上げますと、坂口安里さんから連絡をいただきまして、撮影予定日時が決まりました。ありがとうございました。ご心配おかけいたしました。この件につきましてはネット記事でご覧になられた方も多かったのではないかと思います。坂口安里さんのメッセージによりますと、その当時安里さんはとっても忙しかったそうなんです。しかもフリーランスでたった一人で管理をされておりますので、どうやら DM が埋もれてしまったようなんですね。こうして撮影の予定日時も決まりましたので、どうぞ引き続き温かく見守ってください。それと引き続き家田翔子チャンネルをどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。